あかりちゃん、ゲームしようぜ。いいですけど、これどんなゲームなんです？こんなゲーム。全くわからんですよ。まあまあとりあえずやってみましょう。こいつらを倒したら勝ちだよ。わあ、おシンプル。なんかこの人が大きくないですか？ランダムで個性が与えられるのだ。細かいですね。よきよき。今使えるのは3体だから投げ槍を出してみよう。投げ槍ってこんなピント持ちますっけ？原始時代はそうだったのかもしれない。おお、スローモーションもできるんですね。スーパースローもあるから、いいカメラ位置を決めて再生するのだ。お、あんな投げ方でも精度いいですね。さすがに遠距離は近づかれると弱いですね。早く、早く投げて。近すぎて直接刺したみたいになっとるね。これは、しっかり心臓を狙ってますね。次は槍投げが相手ですか？槍には盾だね。じゃんけんみたいですね。おお、防いだ。でも、これ盾でどう攻撃するんですか？盾で殴る。さすが原始時代。あら、チュートリアルは終わりですか？チュートリアルのチュートリアルは終わりだね。何ですかこのガラガラさんは。族長ですよ、族長。族長二人いるじゃないですか。どんなムーブするんでしょ？いやいや、これサワラビの前じゃないですか。あ、チャージは長そう。あれ？これ買っちゃいそうですよ。気づいたか、心理に。迷ったら、数で押すゲームなんですね。最後は棍棒で一突き。あ、これはわかりますよ。こうです。これは気持ちいいですね。おや、マップが変わりました。弥生時代に突入したね。弥生時代は足に毛が生えてたんですか？それはちょっとわからん。うわ、鉄製ですね。これは痛そう。こちらは相変わらず原始時代なんですね。まあまあ、新しいユニットも使えるから。二刀流ですか？攻撃力高そう。お前らそうなるんかい。なんか金属音するんですけど。頭突きしかできない石頭からっぽなんじゃない？石とフォークはどっちが強いんでしょう。決まるでしょう。原始人は突くのがお好き。今度は何ですか？スマキにされてるじゃないですか。ゲスでも極めたんじゃない？浮気者多すぎ。そしてヤバそうなの持ってますよこの人。農業で薬品だから農薬かな。ゲスばっかじゃないですか。とりあえず投げ槍で行ってみましょう。
バラが槍を吸収してる。スマキは弥生時代の盾ユニットだね。うわ、なんかデバフついてる。定期的に倒れちゃってる。リロード長いと不利だね。顔ちっちゃ。敵も味方も緑になっちゃってよくわからないですね。立ち上がるスノキが減ってきた。これはあと少しか。お、刺さる。手ないですね。防がれたか。そういえばこれどこでも置けるんですか？自分の陣地だったらどこでも行けるよ。川にも置けちゃう。投げ槍を後ろに固めましょうか。なかったことにするんじゃない。あ、サワラビの舞がずれた。地味に陣形組んでるからね。よし、盾仕留めました。かわして盾ドン。今度は防御陣形ですね。槍は防がれるぞ。どうする？そんな時はマンモス。すげえの来ちゃった。圧倒的じゃないか我が軍は。軍というか一頭だけどね。これもマンモスで投げ払ってやりますよ。伏兵だと。いや、マンモスなら蹴散らし。よく見たらやべえもん持ってる。命を刈り取る形をしてるだろう。迷ったら投げやり。伏兵に吸われてしまっとるな。槍をものともしてない。一発は耐えるみたい。攻撃範囲広。このゲームにおいてでかい武器でフルスイングが強すぎる。お、神回避。あ、これはでも、なんやかんや惜しかった気がするんですよね。シミュレーションだけど、全く一緒にはならないからね。何回か試してみるのも大事。今回はカマ姉さん遠いですよ。これはいけそう。こいつ、動じていない。神回避が続く。これは絶望ですね。
弥生時代が終わって中世が来たね。